回のあらすじ。フクールが登場。濡れ衣着せられひどい目に。え、頼み事？あんな目に合わせといてなんてズーズーしい。こんなイカサバ野郎め。スルメ様に任せな。イカサマだけにな。あれ、行き止まりじゃない？あ、こっちか。お、帰れた。ああ、なんか墓石みたいなのがある。紋章のようなものが刻んである。どうやらククールの指輪と同じ紋章のようだ。ククールの指輪をはめ込みますか。はい。ここからなんかが出るわけね。おお、何？あ、穴が開いた。なんと地下への階段が現れた。あ、すごい。そんな仕組みあったの？そんなすごい指輪をさ、あの初対面のゼシカにあげてよかったの？やばくないか。ククールやば。おー、すごい。なんかめっちゃ古ぼけた感じの。なんなんだろう、ここは。広そうだね。そう、出たな、魔物目。うわー、なにこれハエ男だ、ハエ男。ハエ男？なにこれ、気持ち悪いな。あのね、スルメの武器ね、ずっとブーメランにしてたんですけど、ちょっと剣にしました。ちょっとこの、ゼシカのね、特技、嘆き室をちょっと初めて使ってみたいと思います。行動不能にするんだって。あ、たまに行動不能にする。なるほど。当たるといいですね。いけ！いけ！蒼天魔人でいいのかな、これは。おお、なにこれ、なんか骸骨みたい。強っ。あ、来たよ、投げ消す。かわいい。3のダメージ。あ、行動不能にはならなかったのかな、これはね。そういうことですよね。なんかいっぱいいるとめっちゃ怖いいけいけ、頑張れ。行動不能にしろ。あ、倒した、普通に倒した。危ない。いけ！とくろー。おー、やばい、待って、やばい。薬草、薬草。あ、よかった、間に合った。いいね、いいね。死なないのね。オッケー、いいね。ハエの分際でゼシカに投げキスしてもらえるなんて感謝しろって感じ。よっしゃ、イエーイ。え、なに、いきなり別れ道じゃん。あ、やった、宝箱だ。え、待って待って待って、危な。ひとくい箱めっちゃ強。え、待って、強いかもしれない、ひとくい箱。おっと、これ強いな。下手したら強いな。オッケー。あ、やばい、寝ないで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 。おー、いいね、いいね、いいぞいいぞいいぞ。よっしゃ、よかった。鉄の釘？鉄の釘をゲットしたぞ。なんかに使えそうだね。あ、なんだ。はしごがあるぞ。あ、なに？なんか、本棚がいっぱいある。腐ってそう、めっちゃ埃かぶってそう。昨日も5人、今日も5人、あの恐ろしい病に倒れた。
台所のネズミからか、それとも誰かが銀を持ち込んだのか、直し方すらわからぬ死の病。めっちゃ怖いね。え、地獄へと変貌させた伝染病。え、なんだろう、なになになに、めっちゃ怖いね。え、なんかあって、もうみんな死んじゃったんだ、ここにいた人たちが。え、怖いですね。なんだろう。盗賊の腰身のとバンダナ、あれまた持ってるかもしれないぞ。あ、そっか、馬車ないとダメなんだね。あ、とかトロデが持ってるんだもんね、錬金がね。そうなんだ、ダンジョンではできないんだ錬金って。あ、骸骨が現れた。出るよね絶対出るよ、こんなとこ。動き合いだな。あ、なにこれ、なにこれ頭投げんの。あ、しかもちゃんと頭投げて戻ってくるんですね。どういう仕組み。え、かわいい。なにこれめっちゃコントロールいいじゃん。待って、まだか。え、トレイ、オッケー。あ、やったぜ。聖堂の盾やった、絶対強い。え、なんか扉がある。何、意味深。なんだ今の、意味深だぞ。え、出れないとかないよね。あ、普通に出れる。あ、出れん。マジか。マジかマジかマジか。え、怖怖怖怖怖。え、やだやだやだ。何何、なんか急にホラーゲー感出てきた。おお、笑い袋。一気にね、ホラーゲー感がなくなりました。これでとどめじゃ。よっしゃー。もう後ろがね、閉ざされてるので進むしかないですもんね。怖い。おっと、やばい。なんだこれ、やばくない？え、これいいの？これ行っていいの？これなんか行けんの？これ進めんのか、これ。あ、進めるね。え、でも登れないんだけど。え、え、やだ怖。え、なにこれ、めっちゃ骸骨の頭がさ、わんさかある。お、腐った死体が絶対あの中にいたんでしょう。敵がさ、単体で来るとちょっと安心する。水草のカビ。何、水草のカビって。あ、錬金釜に入れてみよう。だってん、やだやばい。なんかいるんだけど。え、なんかいるじゃん、なんかいるじゃん。え、何これ、絶対ボスじゃん。マジで普通にびっくりした。おー、苦しい苦しい苦しい。神はいずこにおられる。この苦しみはいつまで続く。おーおー、死んだ死んだ死んだのだ。みんな苦しみながら死んでいった。あの恐ろしい病が我らを、この修道院のすべてを死に包んだ。苦しい苦しい。あ、修道院の人じゃ、魔物じゃないんだ。我が苦しみ、我らが苦しみを前にも味合わせてやる。え、かわいそう。なんかずっと苦しみながら、嘆きの亡霊だって。え、かわいそう。かわいそうだから嘆き捨てしてあげよう。あ、仲間呼ぶんかい。
救われるんじゃないちょっとは。おりゃ、おいいね。でもこれ隣のタコキャラから倒した方がいい系ですかね。マグキッスで動けなくなってくれるんですかね。おっと強いぞ。マグキッスしてやったのになんでしかに攻撃してんだよ。いけた。これなんかいいね。骸骨に骸骨をぶつけてやったぜって感じ。ほう。ロザリオ？何金のロザリオって。おお、神よ神よ。あ、よかった、召されました。成仏してください。全回復した、ありがとう。あ、こっちに抜けたのね。なんだなんだ、道あったわ、よかった。早く外に出たいよ、こんなところは嫌だよ。あ、そこー、そこ、ここから出るんだ。ここの3つは特に何もないんだね。そうなんだね、きっとね、わかんないけど。へえ、なるほどなるほど。やった。ちょっとこの中にドルマゲスがいるのか、いるのか。無事かな。無事だったらいいんだけどね。ちょっと待って。死んどる、死んどるやないか。修道院長、やばい、待って、嘘。待って、ねえ、ちょっと待って、だったらさ、これ遠回りしない方が良かったんじゃないの。普通にこっから行けたやん。ちょっと、マジで、もうやられちゃったんじゃないの。この遠回りしてるから、遠回りするからこんなことになったんじゃん。